トラウデン・ナオミの発言が物議を醸しています8月21日放送の「ニュース23」TBSK で自民党総裁選のポスターを「おじさんの詰め合わせ」と発言してネット上で賛否両論が分かれているのです賛否が平行線だが発言自体を問題化している点は共通彼女に共感する人たちは 権力を握る人たちが未だに男性優位であることを端的に指摘しただけであって、決して男性差別をしたわけではない、と言っています。その一方で、これをおばさんの詰め合わせと表現したら大問題になるのに、おじさんならバカにしていいとでも言いたげな昨今の風潮はおかしい、と批判する声も多く聞かれました。今も両者の意見は、 平行線をたどっている状況ですが、いずれもトラウデン・ナオミ個人の見解について、どのような立場を取るかという点では、共通しているように思います。そこで、今回の一件を視点を変えて見てみましょう。トラウデン発言こそ、おじさん支配の象徴そのものなのではないでしょうか。自民党総裁選ポスターを、 おじさんの詰め合わせと表し、体制に意思し報いたと留意を下げる風景そのものが、他ならぬおじさん的発想から生まれているからです。若い女性におじさんを否定させるというおじさん性どういうことかというと、最色顕微の若い女性におじさんの否定をさせるというニュースエンターテインメントの構図が、強固なおじさん性の影響下にあるということです。 いつの時代も若い女性に叱られるおじさんの絵は受けます。ガス抜き役を見栄えのする女性に割り当てることで本質的な議論を巧みに回避していく。そのような振り付けを差配するのは大体男性の力です。ゆえに極めてクレバーなトラウデン・ナオミは求められた役割をこなしただけであって、その発言の是非を問うのはナンセンスと言えます。 ニュースエンターテインメントは鉄板のストーリーを求める自民党という安全なサンドバッグを叩くことで成立するニュースエンターテインメントを裏付ける一例として今回はおじさんの詰め合わせなるパンチラインが生まれたわけです慶應義塾大卒サステナビリティへの意識も高く欧米西側の価値観を持ち合わせているキャラの立った若い女性が古臭い 自民党を批判するこうした鉄板のストーリーを必要とするコンテンツと見れば分かりやすいのではないでしょうかそれは言うなればおじさん的なものの反動なのでしょうだからこそその爽やかな正義感には濃厚なおじさんの後味が残っているのですキャラの立ったご意見番が役割をこなすという点で言えば2021年までサンデーモーニング TBS 系に出演していた張本勲氏と似ています。スポーツコーナーで不甲斐ないプレーや結果に対して勝つとやっていたやつですね。張本氏は昔偏の価値観を現代に持ち込むことで正論を打ち出す論法でした。それが今回は女性、若年層から男性、中高年への勝つに変わっただけの話。つまりやり方としてはどちらも おじさん的なのに他ならないのです日本のニュースショーの脆弱性があぶり出された今回のトラウデン発言を支持する人怒る人いろいろいましたしかしながら引きの絵で見るとそれはおじさんに対する敵対的な性差別でもなければまた日本社会に対する率直な批評でもありません逆にそうした議論の可能性の目を摘み 秒でで消費されるキャッチフレーズでしかなかったそれは現代のコメンテーターに最も求められる能力でしょうトラウデン・ナオミがあまりにも優秀なアクターであったためにまた一つ日本のニュースショーの脆弱性があぶり出されたのだと思います。